中二の青春です。はい、じゃあ先の説明します。先のとこですか？あそこですね、これだ。じゃあ前の場所からどうもできるかな。自分が作った作品はこの箱です。箱って言っても、この箱は、シークレットボックス、中に何が入ってるか当てるやつですね。最初立体作りたかったんですよ。だから、考えるっていうのをモチーフにしたので、こうやって手を中に入れて何が入ってるか考えるみたいな、そういう意味です。これは木材だけで作ってるんで、例えばこれも木材だけで作ってます。あと中身、何だったか分かりますか？中身は結構入ってるんですけど、一つ言うとしたら、なんかこれもちもち、なんかこういうやつですね。なんかなんだろうって思わせるみたいなやつ入れたかったんで、こういうやつとか、あとなんかこういう人形みたいなやつも入れたし。今出しちゃっていいの？はい、もう大丈夫ですね。ネタバレし的なものじゃない。あとスライム、この3つを入れました。特になんか作りたいって理由はなかったんですよね。はい、ちょっとそんな感じです。質問のある方は大きく手を挙げて質問お願いします。帰りたいって。ああ、そうなんですか。他の中さん、パソンさんの名前を学年名前お願いします。あ、そうなんですか。紹介させてください。静かにお願いします。中級部3年、中級部の美術部の部長を務めております、パクトソニといいます。よろしくお願いします。それではまず ですが、こんな簡潔な文では分かりにくいと思うので、少し補足させていただきます。この作品の題目は、今回の考える点にちなんでから思考となっています。さっきも言ったように、コンセプト文は、人は常に何かを考え続けて生きているということになっています。とはいえ、何も考えずに、なんかぼーっとしている時間とかもあるじゃないですか。ただそれが私ってほとんどないんですよ。その、もちろん寝ているときは寝ているんですけど、私は基本的にその
何か物語を考えるのが好きなので、基本的に登場人物を考えたり、設定を考えたり、世界観を詰めたりして、暇な時間や、まあ、暇な授業中は暇かい。なので、このコンセプトの人は常に何かを考えてから生きているというのの人は、今世界で生きている人間ではなく、基本的には私一人のことを指しています。今回この作品を作ってみてから、さっき言ったみたいに私がぼーっとしてる時間はほとんどないことに自分で初めて気づいて、まあ、このコンセプト文になりました。そして3年間作品を作ってきてから初めて自分の作品で、ああそうなんだなっていうふうに少し学びを得たのが初めてでした。そしてその私実は昨日受験でして、部活する時間もほとんど取れなくてから、精神的にも時間的にもギリギリな時に作っていたので、この中に書かれている文章は全て私のその時思っていたことになっていて、またさっき言ったみたいにギリギリな状態でやったので、この瀕死の詩とかみたいにめちゃくちゃ誤字があります。そこに関しては少し多めに見ていただけたら嬉しいです。作品の説明は以上なので、もし何か質問か何かがあったら、質問よろしくお願いします。いや、質問がある方はちょっと拍手、まず拍手お願いします。質問がある方は大きく手を挙げて大きな声でお願いします。質問ある方いらっしゃいますか？誰でもお願いします。先生、裏はどうなってるんですか？裏は、まあ、人にあまり言えないようなちょっと暗い感情になってます。暇な授業というのはどのような授業ですか？ちょっとツイキャスされてるんですけど、私があまり得意じゃない理科らへんじゃないですその質問がある方いらっしゃいますか？では次パフォーマンスの方に移りたいと思うのですが、大丈夫でしょうか？大丈夫という方ではパフォーマンスの方をさせていただきます。お願いします。パフォーマンスをするにあたって何をするかちょっと迷ったんですけど、この一番大きいの以外は実は養生で全部ついてるので外せるんですけど、よく考えてみたら自分の心の中に裏も表もあったらいけないかなと思ったので、この裏側に貼ってあるのと表側に貼ってあるのを少し合わせてからやっていこうかなと思っています。じゃあ、パパさんから。
キーなだけ。ここから、白いのと、白いのと合わせてから、こちらの面にも貼っていこうと思います。お手伝いいたします。あ、恥じゃない。恥じゃない。